はいどうも赤星せよ赤星マシマシでー、はい、お願いします、はい、自家製麺鳥さんです、はい、横浜にねございまして、もうね完全に横浜駅なんですよ。西区高島と出てます。ですね、こちらなんですけど、アソビルという、はあ、あの商業施設ですね、はあはあ、はい、この施設は最近できたばっかりなんですが、うん、1階に飲食店がいっぱい入ってます。なるほど、はい、で、ここは前にですね、うん、16屋横浜店があった場所なんですね、うん、で、2021年の1月に開店します。ああ、はい、はい、で、訪問した僕8月1日なんですけども、うん、この日たまたま2号店がね、別のところでできたんですよ。はい、鉄が本店に行ってます。まあ、一方ね、はい、2号店は池尻大橋です。因縁とかそのあなたが住んできた土地知らんから我々はね、よく知ってる町ですけども、はい、こちらのメニューはね、ラーメン、まぜそば、はい、そして今限定の冷やし中華と、うん、トッピング18種類。あら、ま、左上にね、すするさんのサインもお付きあります。毎日ラーメン健康生活結構に、過ごしておりますが、はい、僕はまぜそばを選択して、うん、あ、ラーメンじゃなくてまぜそばだから健康になれないのかと思いきやね、別にそこのくくりは一緒だと思うこちらが現れました。すごいね、まぜそばの麺増しをしてますね、うん、全部増し増しが通っております、うん、鶏チャーシューなんですね。鶏チャーシュー、はい、というか全て鶏です。あ、あ、そう、鶏の二郎系のお店なんですね。鶏二郎、はい、鶏二郎ですね。で、デフォルトでですね、こういった真ん中カツオ、右側玉ねぎ、温玉入ってるんですね、これ、ちょっと白身で見えないですけど、これがデフォルトでゴロゴロと、入っているのが混ぜそば、うん、いいですね、はい、で、ラーメンの場合はコールがちょい野菜、ちょい油とニンニクなんですけど、うん、混ぜそばだと全部マシマシに。なるほど、できるみたいですね。それで混ぜそばにしたんですか。あ、まあ、ちょっとそういったところもあったりして、はい、マシマシ TV ですか。マシマシ TV ですね。さあ、行ってみましょう。その鳥ですね、うん、歌でございます。プリプリです。はい、で、豚とやっぱり違って油がね、少ないにもかかわらず、うん、肉質がこうみずみずしいんでね、うん、ちょっとこうダイエットしてる感が。二郎系食いに行ってんのよ。二郎系食いに行ってる。胸肉、胸肉、ね、あ、まあ、まあじゃあダイエットか。ダイエットですさすが、かつお節野菜ね、うん、これ粉末系のかつおっていうのはまあ結構見ますが、うん、花かつおがね、あ、乗るっていうのは結構珍しいんでね、踊る感じでね。そうそうそう、新鮮に楽しめました。今んとこダイエットですね。あ、でしょ、はい、これねただここね、先にね、こう返し垂らして、はい、返しかつお節なんてのも良かったんじゃないですか、はい、ね。先で言いましたがね、うん、ここまで、ね、鮭野菜、鶏、鰹節、まあ、サラダにね近い飯なんていうことでは、まあ、なかなか最初カロリーの摂取始まらないっていうのがちょっとデメリットかな。デメリットあるそれ、うん、カロリー摂取したいのにな。うん、もうデメリットあるんですよ有料野菜券なんだと思いますね、うん、はい、さ、そしてしょっぱレベルが割と高い 4.1 です。結構カロリー摂取とかじゃなくて、なんだろうね、塩分ダイレクトはなかなか夏なんで、はい、塩分摂取は、まあ、大事ですけど、はい、こちらの返しは醤油感がかなり強めで、一気に試合をひっくり返したい時に使う返しということで、なるほど、返しです。アセンシオみたいな返しですね。アセンシオすごかったね。やばかったですね、あの左側。昨日の昨日だからもうどんどん使ってきますよ、はい、はい、あ、麺量150、250、麺増しは350から500ということで、うん、ごわ麺です、うん、はい、麺そのものよりもですね、うん、実はこの鶏の風味が効いたこのスパイスの香りがね、ぶわーっときて、そっちの方がまず最初に美味しいなと。なるほど、感じましたね、はい、で、うん、ちょっと全く映せなかったんですけど、うん、やっぱりあのいわゆる油も乗ってるんですね、塊油も、でその油は豚なんですよ。あ、なるほど、そう、うん、で液体油が鶏の油ということで、まあそうなんですね、はい、なんで、2種のブレンド油となってます。なるほど、へい、さあ、そしてニンニクきましたね。ニンニクはまずまず、粒もまずまずというね、ごわんと揚げていきます、はい、辛ニンニクです。ほう、ガーリックチキンとして、食べていくといいと思いますね。ソテーするとうまいですよね、チキンってね、ガーリックね、おいしいですけど、はい、あ、そして玉ねぎはコールには入ってないんですけども、うん、もうマシマシ度合いの高い玉ねぎがゴロゴロ入ってますんで、
まあ、少なめにしたいときは少なめと言えばいいんですね、うん、あ、ちょっと、あ、何がうえしょい後ろの輪っかにおしゃれな外観だなとは思ってた、うん、別のお店ですけどね、後ろこれ別のお店なんだ、後ろは別のお店ですけどはい、あ、温玉でね、うん、これで親子丼にもできちゃうっていうことですね、まあ、なってるかなってますね、これね、黄身結構生卵に近い系の、まあ、とろみ具合、白身もかなりプルプルで、うん、レベルが違う温玉でしたよ、あ、ちょっとプロレスが、はい、岡田さんが出ちゃいましたね、プロレス出ちゃいましたけど、プロレス出ちゃいましたちょっと美乳化ね、鶏のコラーゲンたっぷり凝縮系ということでね、うん、あの、まあ、鶏を押してますが、もともとね宮崎にあったこれお店なんですよ、で閉店した、うん、閉店したってなってどうしたかっていきなり横浜に来たんです、閉店して、なので相当の鶏肉の自信勝負心汁に全部かけ込んでます、なるほど、はい、宮崎からね、さあそしてブラックペッパー入れて、ブラックペッパー、ガーリック、チキンなどを作っていきますよ、ね、うまう、うまう、ね、流行らす流行らしますうまうです、ブラックペッパー序盤から投入でもありでしたね、これはね、はい、味変といえばもう混ぜそばを純粋に強化していくタイプですよね、なるほど、序盤からでもいいでしょうね、あ、そしてトリスですね、トリス、ブラックペッパーガーリックチキンビネガーヌードルです、長えな、足していくだけなんだよ、ちょっと足していく、あ、その通りね、調味料の足し算、あ、ね、そういうこと、濃くなった丼はね、押すというゼロの概念で始まりの状態に戻りますね、うん、こういった計算式が出ます、かけるでいいんじゃない、じゃあ、え、これあ、かけ算かけ、うん、2でかけてゼロになるだから、あ、あ、そっか、そっち系、あ、あ、でもブラックペッパーガーリックチキンラー油ビネガーヌードルも完成させていきます、小学生の必殺技と一緒なのよ、はい、スペシャルウルトラスーパーサンダーパンチみたいな、確かに、あ、また足し算をして、いや、もうなんだ、でも今回はね、あの、ラー油変数を導入したということでね、僕もよく分かっていなかった、もう計算してくださいね、後でゆっくりと、何気に数字が多いチャンネルだな数字多いな、確かにね、マシマシレベルなんかも平均で出してます、はい、あ、出ました、うん、波及ジローということでね、どんどんジローが波及していくと、あ、そういうこと、はい、あら、来ましたね、大きくなったね、いや、でかくなったな、こんなに、え、こんなに生物ってこんなでかくなるのこんな違うっけこれ、あの、左側は来て1週間程度のうずら麺まで、これはもうほんと昨日とかです、いや、てか待って、うずら の体に対する顔の小ささがちょっとおもろいな、体でかいんだよブニャッとと、ニャースですけども、まあ、というか鳥さんですよ、はい、ね、池尻にできたんで、うん、そちらも行きますが、あ、トリビアって覚えてます、トリビア、トリビア、あ、あの、だからその鳥が漢字でビア、ビアがカタカナの、はい、そこが、あ、え、そこなんですよ、そこに、あ、知ってる場所ですよ、いや、そう、今近所だって思ったけど、その前住んでたとこだからね、しかも、もう4年前、うん、もう関係ないんだよめちゃくちゃ前だ、前の前の家だからあ、僕は合計4年住んでるから、すごいね、そうか、その前も住んでたから、そうだから、まあ、好きな町というか、あれなんで、いい町ですから、ね、ええ町なんでね、てなもんで、はい、ごちそうさん、you